お待たせいたしました。お待たせしました。皆様こんにちは。こんにちは、萩原陸です。八木修正です。ということで、今から短い時間ですが、はい、リクライブします。イエーイ。バン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 。なんで今日はインスタライブするんだ？今日はですね、何ですか、お知らせし、音が出てない。いや、音でもミュートな。音聞こえる？これで聞こえてるのかな？聞こえてる。聞こえてるということで、すいません、はい。ということで、今日はですね、情報解禁がありましたね。ありましたね。ありました。パチ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 。え、痛い。ちょっとまずは伝えなきゃいけないことを伝えていこう、はい。ということですね、本日は開催されたこと、はい、劇場版美しい彼エターナルの公開日が来年4月7日金曜日に決定しました。イエーイ。わ、すごい。揺れた。はい、ということで、はい、ついにですよ、4月7日、うん、今日が11月、今日は11月18日、5ヶ月後ぐらいですね、うん。いやそうですね、東宝シネマズ日比谷ほか全国公開していくとのことで、また順次情報なども出ると思うので、そちらの方お楽しみに、お楽しみにしてください。いただと、そして、そして今日はドラマの初回放送スタートからちょうど1周年記念だそうです。1周年、もう1周年。1周年。早いね。1周年、1年、ちょうど1年です。うん、いかがですか？もうまずはもうね、早すぎる。そうね。中間だね。そして。早すぎるのと同時に、なんとかの日ってあるじゃない。なんとかの日、海の日とかさ、はいはいはい、そんな感じで、この11月18日にちょっと記念すべき名前をつけたいなって思うんですよ。ほうほうほう、なるほど。何々の日みたいなね。うんうん、何がいい。ちょっと、そう、大丈夫、そんな、こんな、なんか何も考える時間なくて、そんなパッて決めてない。何がいい。じゃあ俺の日にしよう。嘘。やっぱ開き用の日とかいいんじゃない。じゃあ、開き用の日ね。アヒル隊長の日。ああ、どっちもいいな。なんかいいのがあれば、どこに送ればいいんだ。じゃあ、せっかくだけどもやっぱさ、2人でつけたいじゃん。どっちがいい？なんかあれば。いや、俺もそのどっちかがいいと思う。どっちかがいいと思う。どっちがいいんだ、どっちがいいんだろう。あのね、開き用の日、なんかさ、俺らがさ、うん、付き合った記念日とかもあるじゃん。2人が、うん、何がいいんだろうね。うつかれの日とかにする。うつかれの日、あ、それいいんじゃない、うん、それにしようよ。皆さんどうですか、うつかれの日。うつかれの日いいじゃん。いかが。それにしよう。ちょっとね、あの開き用の日っていう人多いね。これはじゃあ、後日発表しますか。後日発表しよう。チャリンコの日、何も関係ないな。後日は、チャリンコの日、あー、思いつかなかった。面白い ね、ボツです。後日発表で、まだね、はい、ありますよ、はい。場面写真が4枚解禁されました。お、皆さん、見られたかな。うん、これ、思い出すね、見てもね。今手元にちょっとよくありますけど、映ってなくなっちゃうね。ちょっと俺見るね。ほう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 。見た。見た。終わり。それ見た感想。見た。え、でもさ、うわぁ、もうね、言いたい。言いたい。そうね。はい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 。でもこれ、これドラマ版から考えるとさ、うん、やっぱこの写真とかもあったりするじゃん。このね、こんなんなかった。一緒に寝てるやつね。ね。かとか、まあ、ちょっとこちらなどを見て、あと5ヶ月耐えてください。お願いします。公開まで。はい。そして、リクと僕の
あのコメントあったりとか、あと監督の酒井さんのコメントあったりとか、坪田さんの、コメントなどもね、解禁されております。そちらの方見ていただけたら嬉しいです。えらい、よく言いました、はい、俺はもう忘れてましたおバカめ。はい、改めてですね、美しい彼、エターナル、皆さんお楽しみにしていただければと思うんですけども、最後にスクショタイムの方、この美しい彼、エターナル、2023年4月7日金曜日、東宝シネマズ日比谷ほか全国公開のパネルとともに撮ってください。そしてこれを SNS で回してください。俺もね、全く同じこと言おうと思ってた、ずるいこの人さあ、どれくらいあるのかな、はい、動いちゃダメなのかな、これ動いちゃダメなのスクショタイム、動いちゃダメ、うん、でも俺ね、動くなってさあ、すごい、1.5 万人だよ。これ、ちょっと、あれ、ああいいんじゃね？どう？ OK ですか？ OK 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 ギャルピースだってはい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、締めてください。あっという間で申し訳ないですね、本当に申し訳ない、本当に短い時間でしたが、お待たせして本当に申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。また機会があれば登場しますので、はい、公開を楽しみに待っていただけたら嬉しいでございます。嬉しいでございます。以上、秋村陸と優勢でした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。これでバイバーイ。